こんにちは、セイダーサナルリンと花とナキとカズです。よろしくお願いします。本日も皆様にミャンマーのニュースをお届けいたします。本日までのコロナの状況です。猫で、10年ぶりにね、あることが復活したんですよ。復活、なんだろう、なんですか今ね、それを聞いてるんだよ。あれが私知ってます。何？何で？あの、水の上の市場でしょ。正解。おお。何見ました？ボートの上でみんな、あの、市場みたい。あれはね、有名だよ。そうだね。何かって書いてあった？あ、何でも読んでないです。甘いな。はい。なんでだろうね。そのニュース見てないで。旅行、あの、観光者の受け入れない？知らない。知らない。知らないです。考えて。雨降るから。どういうことで？大天井？お、大天井？大天井だから。なるほど。さあ、答えは何でしょうか？街がさ、コロナでさ、お店が開けれないじゃない。ああ、はい。水の上でやっちゃおうぜっていう感じで書いてましたけど。全然違う。全然違ったな。まあ、10年ぶりの再会っていうことでね。うん、いい機会だからよかったんじゃない？はい。ほら、来年とかね、また観光ができるようになってから、もう一回見れるようになると思うと、いいことだね。はい。はい、あれはめっちゃ綺麗だよ。そうだよね、珍しいし。私行ったことあります。本当に？はい、うん、いいね。行ったことない。遠足だから。あ、そうだね、親戚みたいなもんだから。そう、たくさんの親戚がね、なんか遠い子全部親戚だよ。広いな。私は知らないですけどね、私は来校で生まれたんですけども、おばあさんとかは全部、あの、今遠い子に残るんですよね。あ、そうだよね。はい、だけど私はね、あの、遠い子には住めないです。なんで？トイレがないから。あ、そうですか。あ、水の中でちょっと家作るから。そう、流しちゃうからね。あー、湖の中に落とすんだ、そのまま。そうです、そうです。パイプある家もあるし、ない家もあるし、ない家の方が多いかな、私見たのは。どうだろうね。でも、あの、そのさっき の、 あの市場はめっちゃ綺麗、めっちゃ楽しい。インレイがある町ってなんていう名前だったっけ？ニャンシュエ。そうだね、ニャンシュエだね。ニャンシュエにね、日本人がやってる、あの、はい、旅行会社があるんだよね。あ、そうですか。そう、コーヒー屋さんもやったりしてて、ホームミャンマーっていうんだけど、あの、最近で言うとハンドクラップ踊ってる女の子がやってるとかですね。あスケチャンネルさんですね。あれですよね、あの、ミャンマーの検定も受けるんですよね。そうだね。うちもいつ踊ろうかって今ね、ちょっと考えてるところなんですけど。あ、いいね。もちろんチャンネルはスペチャンネルさんとローカルさんの真似で行きます。あ、リスペクトね。はい。あの子とその旦那さん2人でやっている会社ですね。なんでインレイのこと、まあ、インレイからもっとタウンジーとか、もっとコーヒーがある湾岸とか、はい、ああいうところをなかなか行けないから、はい、日本人が彼らにお願いするといろいろ手配してくれるので。はい、はい、宣伝でした。はい、セイガチャンネルは、セイガチャンネルはいろんな人を応援します。今のは例えば匂いしない人たちとか、あの、そんなになんか病気の症状がそんなに、あの、悪くない人たちに14日からあのサプリメントをなんか配りますと。サプリメント？はい。何のサプリメント？栄養のサプリメントとか、とビタミンとか、はい。1000人ぐらいから始まってて、なんかテストしますって、ミャンマー政府は。その1000人ぐらいなんかテストしてて、この1000人がなんかもっと良くなったら、100万年分ぐらいなんか用意しますと。すごいね。プロフェッサー、嘘を言いそうかな。うん。
そっか。ごべんない店の偉いと、2番目の偉いと、ミャンマーのごべんない店の。サプリメントだったらさ、自分で用意して真似することもできるから、個人でもできるね。そうですね。まあ、あのね、多分ね、みんなね、家でね、例えば匂いしないという人たちは、友達でもね、いてて、まあ、友達とかもね、自分であのサプリメントとかをなんか飲んで、また匂いがまた戻ってきたらしいです。なので、そういうふうになんか自分の家で、自分であのなんか治療してる人も多いと思いますよ。へー。私あのミャンマーのサプリメントのグループに入ってて、このサプリメントグループに私は匂いしない、私は咳が出てますという、なんか私何が飲んだらいいですかとか、あそれだったらファイタミンの T3 とか、うん、そういうポーズは毎日しててよく食べてよく寝て、なんか温度を30個くらいしてて、私は4なんか5日目でまたなんか匂いが戻ってきましたよとか、というポーズ毎日読んでますね。ビタミンのさサプリメントでさ、酸っぱくないやつないかな。あれが酸っぱくて苦手なんだよね。カプセルみたいなのがありますよ。で、すごいわがままなんですけど、カプセルだと今度大きいじゃないですか。わかる。わかる。肌はさ、美容とか好きじゃんね。はい、お肌とかさ、はい、一旦塗ったりするでしょ。キュウリとか。はい。キュウリ。キュウリ。サクラとか。そしたらさ、それビタミンのサプリメントとか飲まないの、花は。これ今は飲んでいるね。今はビタミン C みんな飲んでくださいと。けど言っただからこれは飲んで。前はコレチン飲んでいます。何それ。コラーゲン。あ、コラーゲン。まあだから肌綺麗なんだね。いえ。自分でも分かんない飲むんですけど。そうだね、はい、コロナでストレス溜まっちゃうから、ちゃんとビタミンとコラーゲンとって心も体も肌もきれいにしようね。はい、星座は皆様の美容と健康と毎日の幸せを応援します。最近2人とも家出たかい？私2日前行きましたね。デザインセンターにはレストランとかはテイクアウェイでやってます。あとシティマタケ、他の店はやってないです。携帯ショップがね、そろそろオープンし始めまして、iPhone 11は1300ドルぐらいでした。承知しました。何の方法？携帯で買おうと思って、まあ結局今日買わずに帰ってきて、明日ちょっと、もうちょっと2段かミンマプラとか行ってみて、うん、多分そっちの方がテンポあるんで。レノ3はいいですよ。はい、あ、レノ3はいいですか。うん、最新のやつがレノ4なんですよね。一番大きく展示されてました。なんかそうそう、あのウェモンシュウェイがココリノ4でしょ。ココリノ4です。そうなんかさ、あれだよね、 YouTube かなんかの CM で流れてくるから、うん、私頭の中だってさ、ずっとそれが剥がれなくてさ。前も私もそれ買いたい。あれはね、三段がめっちゃ良かったですよ。あ、そうなんだ。三段が、そう、三段がめっちゃかっこいいで、あとあの言葉もね、めっちゃあのかわいい、あの素敵でした。あ、そうなんじゃ。はい、ニンマイニャチョウオポリノフォーレ。昼はかっこいい、かっこよくて、なんか夜は綺麗。僕のことか。え？なんで笑ったの？おぼりのぼう言った。なんで笑ったの？本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白かったら高評価を、もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いします。お願いします。それでは、レンド、ハナと、アキト、アズでした。バイバイ。